宇宙海賊ギルルーナは、富士見ファンタジア文庫から刊行されている、中村うさぎのライトノベル。イラストは、王子流。人類が、宇宙に進出して千年以上の月日が流れた、未来、宇宙海賊業を営むギルフォートが、愛用の宇宙船、リトルギルに乗り、山猫の異名を持つルーナをはじめとした仲間たちと、数々の冒険や謎に立ち向かっていく、宇宙冒険活劇。 それまで、ファンタジー小説しか書いてこなかった、中村うさぎ初の SF 小説で、本人が親しんできた、SF 作家例ブラッドベリや、フィリップ・ケーディックの影響を色濃く受けているされる。しかし、一巻の後書きにて、作者本人が打ち明けているように、中村うさぎには、SF 的知識や、科学的教養が一切なく、肝心の SF 部分の描写や説明は、 いい加減なものが多い。そのため、作者をして SSF 小説であるとされ、SF とファンタジーを掛け合わせた、奇想天外なエンターテイメント小説という体裁を取っている。1997年に1巻が刊行され、以後4巻までが発売された。3巻から4巻期は、全中後編の前編、中編にあたるが、後編となる5巻は未だに発売されていない。 正確な年号などは明かされていないが、少なくとも現代から千年以上の月日が流れていることが、作中から読み取ることができる。キャプテンフューチャーなど、王道的 SF 作品と同じく人類は太陽系のあらゆる惑星に入植しているとされ、銀河連邦という名の組織が中心的存在になって管理していることがわかる。また、 太陽系以外にもドルチェ星をはじめとした惑星も確認されており宇宙ステーションなども存在する。ワープ機能を持つ宇宙船や強力なレーザー銃などの典型的な SF 的ガジェットだけでなく作者の得意とする魔術や神話などを織り交ぜた世界構築がなされている。宇宙海賊業を営むギルフォートのもとに一人の女性が依頼を持ちかけてくる。 亡国ドルチェ星の姫を名乗るアマテラスでラドルチェは、かつて映画を誇ったドルチェ星3種の神器とそのうち2つを、持つ、腹違いの妹たちを、ギルに探してほしいと持ちかける。ドルチェ星は10年前最小ベルゲンのクーデターに会い、独裁国家、ベルゲニア名を変えた星である。あまりに大きな話のため、考える時間を1週間ほどもらって、宇宙船へ退散した。 ギルのもとに、不良少年時代の仲間である山猫ルーナが現れる。久しぶりの再会を喜ぶギルに対し、ルーナは一通の紙を突きつける。それは、かつてギルが、金貸しのゴルディから宇宙船の購入代金を借りた、際の借用書だった。なんと、ルーナは、借金取りとして千万クレジットの取り立てに、やってきたのだった。ドルチェ星王家に伝わる、秘宝中の秘宝。 この三つを持つ者こそ、ドルチェ星王家の正当なる後継者とされ、アマテラスやベルゲンが血眼になって探している。ギルが金貸しゴルディに借金をして購入した宇宙船。少なくとも、ギルとルーナに、アスタルテの三人が住めるだけの居住空間と、ワープ機能などを兼ね備えた船。攻撃装備などは、作中で特に使われていない。ありがとうございます。